西脇通りって道の名前書いたのか漢字で。あ、本当だ。漢字で書いてある。西脇通り。兵庫の方かな。そもそもこう日本のさ業者さん、はい、航空系の業者さんがやっぱ協力会社としてボーイングに入って、あ、はいはい、昔からね。ほー。すっごい昔からここは西脇通りっていう。すごい。ここなんだけど。はい。道の名前なの。すごい。あれ九条九のやつかな。そうそうそう。これ767ベースのね。最後の終わってるじゃん、ね、空中給油 のノーズがそこに出てるじゃん。うん、あそこにコンコルドがいるでしょ。本当だ。あれ747だね、奥にいるのが。うわ。ぜひ。これモーテルみたいじゃん。はいはい。これがタイとかフィリピンとか。これは楽しいだろうな、飛ばすの。あ、上巻いてるやん。そう、上明るそう。今さっき空港見てきて、なんと1時間先にある、滝に連れてきてもらいました。めっちゃ音する。うわ、めっちゃでかい。やば。本当に5分の1ぐらいだと思ってました。
絶対ユニオンジャックだったよ。味噌ある味噌。ありがとうございました、本当に怪我しないように。はい、ありがとうございます。そう、はい、気をつけます。世話になりました。では、行ってまいります。おはようございます。またSky fall, let it crumble. I got it all. With your帰ってきました。カナダ入国、本当に5分ぐらいで終わりました。ちょっとミスに気づきました。カナダのこっちのバスって現金か確かクレジットカードだったんですが、両方ないので、ちょっと交渉して乗れるか聞いてみたいと思います。Thank you, appreciate it. Okay, thank you. これが冒険スタイル。ダンマル息抜きの旅成功でございます。ありがとうございました。高松さんファミリー、今度は自分で飛行機でアメリカ行きたいと思います。